塚圭一は、日本の合唱指揮者、編曲家、高知県出身、大阪府在住。豊中根性合唱団名誉指揮者、大阪府合唱連盟、関西合唱連盟最高顧問。高知県立脇高等学校を経て、早稲田大学第一理工学部卒業。在学中は、早稲田大学グリークラブに在談して、学生指揮者を務める。磯部はじめ、高田三郎に指示。 大学卒業後は、小賀の産業株式会社に勤務。その一方、1962年、豊中昆聖が商談に入団、同年秋より指揮者となる。同団を指揮して1980年の第33回全日本合唱コンクール全国大会一般部門で金賞受賞、その後第35回から第37回と第44回から第46回。 第48回から第50回と3度の3年連続金賞に導く。大阪府合唱連盟、関西合唱連盟理事長、全日本合唱連盟常務理事、幹事、日本合唱指揮者協会幹事などを歴任。関西のみならず広く合唱団の指揮、指導、コンクールの審査等に携わった。2000年に長い賞、2001年に文化芸術功労者として、 大阪府知事賞を受賞。高田三郎作品の名手として知られる。高田作品の初演を多く手掛けるほか、私の願い、心の式、イザヤの予言等の高田作品の男性合唱への編曲も行った。豊中混成合唱団の定期演奏会ではたびたび、高田を客演に招き、高田のローマ訪問にも同行した。一方、コンクールでは、 同時大臣としての義務でもあると思うし、チャレンジすることの意味も大きいとして、ウェーベルン、バーンスタイン等の現代音楽も積極的に取り上げた。遅延のない大阪で就職するにあたり、合唱の道を封印し、会社勤めに専念する決意をする。ところが講座を開設しようと初任給を持って銀行に、赴くと、応対した行員は指揮者の松浦周吉であり、 前年の東西四連の演奏会の話題で盛り上がる。松浦との縁は深く、豊中昆生が唱団の2代前の指揮者、大阪府合唱連盟理事長の前任はいずれも松浦である。豊中昆生を全国区の合唱団に成長させた名指揮者であるが、自身は私も一団員ですと名乗る。その姿勢は、指揮者がメンバーと一緒になって、 豊かカという一つの合唱団を作っていこうという姿勢がはっきりしている実績の陰に大世帯をまとめていく安定したマネージメントが感じられる。その筆頭がスカさんなのだろうと評された。ありがとうございます。